に突入するために減速した NSX の一瞬の隙をついてオーバーテイク。しかもドリフトですよ池田さん。予選でデスエリアの区間レコードを更新したあのドリフトがここで来ました。真っ白な霧の中から赤いマシンが出現。86号車が白い悪魔のデスエリアを離脱していく。彼方より尾形さんへ。2号車とのマーシンはどれくらいですか。 8.73 秒だ。すごいぜガラタ。 8.73 少し足りないか。この場面でのドリフト走行には理にかなっている部分が大きいと思いますね。視界が極端に悪い上に路面のミューが低いですから、ステアリング操作だけに頼って曲がるよりもスロットル操作でハンドリングをする方が自由度が高くなります。速さと安全面を両立させていくとドリフトは効率がいいんです。どちらかといえばラリーのドライバーに近い発想です。さすがに藤原拓海の教え子です。公道を舞台に行う MFG でなければ起こり得ない現象と言えるでしょう。目から得る情報が不足していても頭の中にあるイマジネーションでそれを補うことができていると考えざるを得ません。片桐彼方、恐るべしです。